こちら、サムさん、英単語の授業がやってまいりました。本日690回目の今日の表現は Fertilizer。 サムさん、意味はどうでしょう。肥料ということでよろしかったかと思います。さあ、問題はなぜこの Fertilizer が肥料という意味につながるのか。そのヒントは語源ですよね。さあ、フェルチライザーの一番左側、FER と言われたら、これでございます。フェリー。そうです。あの、船のフェリーなんですね。で、皆さん、この船のフェリーからどういうイメージにつながるかと言われたら、そうです。船ですから前へ進むんですよね。ですから皆さん、この FER と言われたら、この船の進むというイメージを持っていただけるとよろしいかと思います。ですから皆さん、肥料。そうですね。作物の成長を前に進めるものですよね。それが皆さん、化学肥料の肥料でございますので、そこから皆さん、つなげていただいてもよろしいかと思います。そして、まあ、せっかくで言いましたので、Fertilizer。これの形容詞と言われたら、これは大丈夫そうでしょうか。Fertile。もちろん意味は、肥沃なでしたよね。ですから、Fertilizer。そこから皆さん、形容詞。Fertile。肥沃なというところ。これもつなげていただけるとよろしいかと思います。ですので、このフェリーのこの FER、進むというイメージを持っていただきますと、他の表現にも応用が効きますので、おすすめです。ということで、参考になさっていただけますと幸いです。